クリスマスはお前と過ごしたいと思ってる。お前も同じ気持ちだよな。魔法で書いたメッセージは伝えたい相手にだけ届く。私にあなたの大切な言葉を教えてくれませんか？新しい年もあなたが幸せでありますように願いを込めて歌います。受け取ってくれますか？